若里の長野市保健所動物愛護センターでは、人と動物がよりよく共生する長野市を目指し、犬と猫の譲渡会や愛犬のしつけ方教室を開催しています。長野市保健所動物愛護センターで収容した犬や猫は、こちらの犬舎や猫舎で管理しています。こちらの犬舎は2023年度にリニューアルしました。1棟あたりの収容スペースを広くし、新たにトリミング室を設けるなど使用環境が向上しています。犬や猫を譲り受けたい場合は、実際にこちら動物愛護センターにお越しいただき、直接犬や猫をご覧いただく必要があります。その後審査を得て譲渡という形になります。動物愛護センターにいる犬や猫は平日の午後の時間観覧いただくことができますが、月に一度開催している休日の犬猫譲渡会では、ボランティアの方が保護している犬や猫もご覧いただけます。参加は予約制になっておりますので、ぜひ事前にご連絡いただきまして、お越しいただければと思います。収容している犬や猫の譲渡情報は市のホームページや X で順次公開しているので、ぜひご確認ください。譲渡会と同じく月に一度開催している愛犬の正しい飼い方・しつけ方教室は、犬と生活する上で欠かせないしつけについてインストラクターから学ぶことができます。しつけは人と犬が共生していく上で欠かせないものですが、どのように行うのが良いかは犬の性格によって異なります。教室ではインストラクターからのアドバイスを受けながら、どのようにしつけをするのか実際に見て学ぶことができます。犬のしつけに不安のある方はぜひ一度ご参加ください。最後に狂犬病予防注射のお願いです。狂犬病予防法により、飼い主は飼い犬に年1回4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。長野市内の動物病院か集合注射会場で必ず狂犬病予防注射を受けさせていただくようお願いいたします。人と動物が共生するより良い社会の実現のために、ぜひ市民の皆さんのご協力をお願いいたします。